やっほー、カブトムシくん、自由研究終わった？あらら、腕だこみたいな虫発見。ちょっと無視しないでよ。虫のくせに暑いんだよ。当たり前じゃん、夏なんだもん。ムシムシ暑いから私たちが生まれたんじゃん。だけどさ、もう汗も涙も出尽くしちゃったよ。あれ？あなたって汗かくの？それはそうと、自由研究やってる？オイラはもうとっくに終わったよ。どうせタマムシちゃんの写したんでしょ？あれ？終業式の日に振られたって噂があるけど。違うよ。今年は秘密兵器を使ったんだ。生成 AI だよ。全部やってもらったから。それとタマムシちゃんのことは忘れて、いっそ無視して。あらら、生成 AI って学校によっては禁止されたりするとかあるんだよね。あとやっぱり振られたんだ。オイラとしてはこういった新しい発見や発明を有効的に利用した方がいいと思うんだ。それとタマムシちゃんは中学校受験するから引っ越したんだよ。なるほどね。確かに生成 AI って勉強すれば学校行かなくなる子も出てくる気がする。でもそれはそれでいいんじゃないの？いじめの心配もないしね。お家大好きな子もいるしね。オイラは体育と給食は好きだから行くよ。タマムシちゃん美人だし、本の虫と言われるほど頭いいからね。引っ越したらモテモテだろうな。新学期いないのか。というか、生成 AI を使いこなせる人を育てた方がいいと思うんだよね。へえ、どうして？多分先生たちっていろんな AI が出てきて焦ってると思うんだ。うんうん。だって実際 AI の方が最新の情報を入手するのが早いし、どんどん知識を貯めていけるんだ。でもそれって表面的な知識じゃないの？それと間違ってる情報もあるんじゃないの？いや、それが最新の AI は世界中から情報を集めて、それが正しいか間違ってるかを検証してるんだって。へえ、じゃあ先生たちが AI を使って私たちにもっと詳しく教えてくれればいいんじゃないの？その通りだよ。先生こそ生成 AI を勉強した方が生徒から人気出ると思うよ。特に若い先生は AI を利用した方がいいと思うよ。そうだよね。先生って職業ってある意味人気商売だもんね。イケメンの深山先生なんてやりたそうだよね。 AI 取り入れたいけど校長たちが虫頭じゃなかった、石頭なんだ。それでカブトムシ君は AI を使ってどんな自由研究やったの？絵日記を書いたんだ。絵日記？そうだよ。その日の天気や気温、そしてオイラの気持ちを伝えて書いてもらったんだよ。すごいすごい。毎日自動的だよ。とっても楽ちん。しかも感動的。プリントして
持っていくんだよね。 A4 ファイルに入る大きさだよ。うん、だけどオイラプリンター持ってないから、いつも玉虫ちゃんにお願いしてて。あはは、ダメじゃん。ところで、カブコちゃんの自由研究は何？虫の研究だよ。なんだ、全く普通の超ノーマルじゃん。カメムシの研究をやったのよ。カメムシって、あのヘコキムシ？みんなの嫌われもんじゃん。そうだよ。それで世紀の大発見しちゃったの。大発見？なんとカメムシって音を出すんだよ。おならするんだろ？臭いおなら。違うよ。好きな子にアプローチするときに音を使うんだよ。ぷーん、おならのプロポーズか？笑える。あんまり興味ないみたいね。だね。気温が上がって蒸し暑くなってきたじゃん。今年は特に暑いからね。クヌギの樹液スープをいくら飲んでも体が持たないよ。私は昆虫ゼリーだけど。え？まさか人間と一緒に住んでるの？さっき言ったでしょ、利用できることは利用しなきゃって。エアコンついてるの？もちろん。除湿、しかもエコモードよ。まあいいや。オイラはクヌギの木陰が一番好きだからね。雑木林の風って気持ちいいよ。エノキ林が一番涼しい風が吹いてくるって話よ。傷口えぐるのやめてよ。ごめんごめん。エノキの葉っぱが好きなタマムシちゃん、もう引っ越したんだよね。中学受験か。頑張ってほしいな。あ、あそこにカマキリ先生がいる。むしゃむしゃむしゃ、君たち虫のいい話してないかい？もうすぐ秋か。私たちの季節も終わりね。え？終わるの？知らなかったの？私たちカブトムシの人生は1年だけよ。じゃあ自由研究やらなくていいじゃん。逃げ切れるじゃん。ずるいこと考えちゃダメよ。何かに夢中になって取り組んだことが大事なの。一生懸命にやるってことが。そうだね。オイラは今話題になっている生成 AI を使って自由研究に挑戦したことに意味があるんだね。そうだよ。きっと先生たち焦るよ。甘党のヘビトンボ先生の苦虫を噛みつぶした顔が目に浮かぶよ。やったぜ。そろそろ行かない？どこへ？昆虫採集。え？オイラたちも虫じゃん。夏のいろんな虫に会いに行くの。コガネムシくんいる？いるよ。カミキリムシくんは？いるいる。トノサマバッタは？いるいるいる。草原で恋してるよ。みんなで何して遊ぶ？ドローン飛ばしてみない？ドローンか、いいね。よし、じゃあ夏休みの最後はみんなでドローンで遊ぼう。やっほー、虫がドローン飛ばすって笑えるし素敵。やっほー、新しい彼女見つけるぞ。